皆さんこんにちは、シューポンキノコです。こちらは青鬼 X のクライマックスシーンです。青神様から逃げ切った後ですね。この後、感動のエンディングへと向かうのですが、ちょっと台無しになってしまったパターンをご紹介します。こちらは、たけし以外死亡エンドなので、千歳も救えません。ということで、ここで千歳とはお別れです。途中まではちゃんとストーリー通りに、進みます。千歳が犠牲になって青神様に、食べられている隙に、ヒロシは一人逃げます。追ってくる青神様。間一髪のところでトンネルが、崩れ落ちて、ヒロシは助かります。バス停まで逃げるヒロシ。たけしが待っているぞ、頑張ろう。なんていうシーンですね。ここで、選択は正しかったのか。と自分に問いかけます。ま、たけし以外は助けられなかったから。正しい選択だったとは言えないな。そして狂ってくるのはこの後からです。千歳との別れのところでバグらせています。ゲームクリアと出ても油断してはいけません。そしてバス停まで来ます。何かが始まる。いやたけし、どう見ても無事ではない。かなりの緊急事態だぞ。まさかの青神様リターンズ、終わったと思わせといて危なかったな。さっきもここ通ったと思うけど、気のせい？ま、この辺の会話は全部バス停でしているはずなんだよね。そしてまた選択が正しいのかを、問いかける。何度考えても救えないエンドだから仕方がない。しかも、ヒロシとタケシの会話は続いちゃってるし。二回目ともなると、気持ちが全然入ってこないんだな。そして再びゲームクリア。やっとバス停です。いや、タケシはそこじゃない。タケシ、困っているじゃないか。会話続けるんかーい。普通に話しているけど、目の前にタケシはいないぞ。タケシも気にしてない。ヒロシ、そこは道じゃなーい。ヒロシ忍者みたいだ。タケシは普通に行くのか。せっかくのラストシーンなのに。すべてが吹っ飛んだな。こうして、青鬼 X は終わりました。ラストシーンもヒロシの退場に、台無しになったな。ちょっとまたバグでおかしくしてみました。こちらは青神様から逃げ切った後に、緑の四角のところでメニューを、開いて戻るを2回繰り返すと、できます。詳しくはこちらの動画で説明しています。注意なのが、タイミングによってバグる場所が、変わります。今回のようにいかないパターンもあります。やりたい方はいろいろ試してみてください。それでは動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。